ロレーヌ公ニコラ2世ロレーヌ数奇卿の紋章ニコラ2世。フランソワはロレーヌ公。ドイツ語名ではニコラウス2世。フランツ。フランソア2世とその妻クリスティーヌとサルムの間の三、なんで、シャルル4世の弟。出生時にはロレーヌ家分家の次男であり、行為を告げる見込みがなかったので、聖職者として生涯を送る予定であった。 1619年に幼くして、トゥールの助裁になり、1624年には司教になったが、実際に生殖に就いたわけではなかった。1622年から1629年まで、ポンタムッソンの大学で哲学と進学を学び、1629年に、ナンシーへ戻った。数奇教に昇進した後、二人のイエズス会の司祭から、個人教授を受けた。 ニコラはいくつかの修道院の名目上の修道院長になり、またにシャルルやフランスを売るい13世によっていくつかの大使館へ送られた。ニコラが数奇教になったのは1626年で、あるが翌1627年まで公表されなかった。また彼は赤い格帽をかぶったり除災を迎えたりはしなかった。1634年、ニコラは 兄シャルルに圧力をかけて退位させ、自らロレーヌ公倉に就いた。さらに、数奇教を辞して、おじアンリ二世の次女のロレーヌ公女クロードと結婚した。その後間もなく、フランス軍がロレーヌへ侵攻し、ニコラはフランスによるロレーヌの占領を認める条約に署名させられた。同年4月、ニコラはロレーヌから亡命した。ヒクロードとの間には5人の子が生まれたが、 成人したのは二人である。1661年、ニコラは自ら退位して、兄シャルルに好意を返した。ありがとうございます。